カッパッパチャンネル。おはカッパ、岩手に生まれ銀河を泳ぐマスカルカッパちゃんでやんす。さて2月も始まりました。2月は節分とかバレンタインデーとかもあるので、なんか行事がたくさんで楽しみだなって思います。カッパッパはということで、2月もなるべくお休みはしないように頑張りたいなと思っておりやんす。本日もこのコーナー行ってみましょ。妖怪のあれこれ。妖怪は日本で伝承される民間信仰において人間の理解を超える機会で異常な現象や、あるいはそれらを起こす不可思議な力を持つ非日常的非科学的な存在のこと。あやかし、またはもののけ、魔物とも呼ばれる。今日ご紹介する妖怪はこちら、ミイレ。ミイラみたい。こちらは水の妖怪なんでやんす。井戸だったりとか川だったりとか、こう水面があるところで笑うとこのミイレに取り憑かれるという言い伝えがありやんす。取り憑かれたら何になるのかはちょっとカッパパもわからないんでやんすけども、ちょっと取り憑かれるみたいでやんす。普段はきっとだから水に住んでるんだね、ミイレは。カッパッパ的ミイレはね、カッパちゃんがいて、こう川が流れてるとしましょう。したらきっとこう草むらとかがねあって、したらきっとミイレは流れてんじゃないかな、こういう風に。カメラの充電が切れちゃって急遽今 iPhone で撮ってるんだけども、ミーではカッパッパが思うにはこんな感じ。なんかこう川ね、顔だけ浮いてるとか、水面にこう顔だけ浮いてるよ、ふわーってできて、見たら見て笑ったら取り憑かれるっていう、これカッパッパ。ということでちょっと画質が変わったりいろいろありましたけども、2月も一緒に頑張りましょう。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ございますございます。パンパパパン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 。